さあ始まりました、訳ありレッドゾーン。本日も訳あり人の振り切った人生を見ていきましょう、うん、本日の訳あり人は訳あり降りる男です。降りる男、うん、降りる男なんやろね、降りるってキャンセルみたいな意味もありますから ね、 あるあるある。もう見てないんじゃないの。え分からへん、じゃ見てみようか。降りへんかったら言うてんなけさちゃん。分かりました、いました。いた降りてない、降りてなかった、いらっしゃるね。よかったよかった。旅しか旅しか信じないって書いてある。旅しか信じないって書いてある。うん、T シャツにな。すごい強いメッセージ。そうやな。ちょっと行ってみましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旅しか信じないって書いてる。ねえ。トラベルオンリービリーブ。ちょっとどういうことでしょう。聞いてみましょう。はい、あなたはどんな訳あり人ですか。はい、私はあの日本全国約1万駅あるすべての駅に降りた電車男。駅ってあの駅ですか。まあ、駅って日本全国、まあ、北海道から沖縄まで、ね、全部の駅を下車したは、まあ、そういうことです。嘘でしょそんなことできますの。いやまああのね、それはちょっとずつ降りていけばどっち行けって。理屈は分かってるんですよ、理屈は分かってるんですけど。どこまでを全部なんですか。まああの JR も私鉄も、まあ、モノレールだとか、ね、モノレール。じゃあ沖縄のモノレールも、まあ、もうそれももちろん。これすごいんちゃう。だってまあちょっとずつね、10個ずつ降りていけばね。理屈は分かってるんですよ。そんな理屈は分かってるけど、時間とかタイミングとかできますか、そんなことが。いやまあだからね、ちょっとずつ降りていけば。何年ぐらいかけてるの。あの JR でまあ4年、3年8ヶ月、まあ、私鉄で4年ちょっとぐらい、まあ、8年ぐらいで全部できる。すごすぎるでしょ。すごいな。1日10個でいけば10日で100個。いや、そう、分かる。分かる。今回の訳あり人は日本全駅下車男の横見裕彦さん。現在はトラベルライターとして活躍する横見さんが電車に興味を持ったのは幼少時代。友人が東海道本線の駅名を全て言えたことに対抗意識を燃やしたことがきっかけで電車の虜に。なんと小学生時代の愛読書は時刻表。電車好きのまま大人になった横見さんは、まずは25歳の時、当時電車好きなら誰もが憧れた国鉄全ての路線の完全乗車を達成。続いて33歳の時、3年8ヶ月をかけ電車好きでも考えもしなかった JR 全駅およそ4600駅の下車を達成。そして極めつけは、 JR は終わったが電車はまだ他にもある、今はまだ折り返し地点だと思い、43歳の時およそ4年をかけ JR 以外の全国の私鉄地下鉄など5000駅以上の下車を達成。ついに全国全ての駅およそ1万駅を完全制覇し、鉄道マニアの間では一躍憧れのヒーローに。さらに鉄道関連の本を立て続けに出版し、なんと横見さんを主人公にしたノンフィクション漫画鉄子の旅がシリーズ化されるほど大人気に。駅は僕にとって旅の我が家、僕にとって旅の我が家。元気の泉。今回はそんな日本全駅下車男の横見さんに、日本全国の絶景駅やグルメ駅、さらに一風変わった駅まで、とにかくすごい駅をいっぱい教えてもらいます。はー、これいわゆるね、その電車好きな人って要乗り鉄とか撮り鉄とか言うじゃないですか。これは何になるの。まあ、僕も乗り鉄が発展して発展して降り鉄、まあ、降り鉄というかね、まあ駅降りようみたいな。駅降りよう、駅降りようみたいな。名前がもう駅降り降りなるんですか。乗り鉄とか、いや、まあ、乗り鉄じゃなくて駅降り降りなるんですか。その駅降り降りさんは違う、名前じゃない、駅降り降りさんじゃない。例えばね、例えば全部の駅降りたっていうのは降りて何かをすることなんですか。改札を出ることなんですか。それともあえてちょっと足出しただけでも降りたことなんですか。それはちょっとあんなんなんでね、やっぱり降りないとね。じゃあ改札出るんですか。もちろん、まあ改札がない駅もあるけど、それは外には出ますね。まあある程度一定の時間は滞在しないと、まあ、やっぱちょっと駅に失礼かなというね。ということで日本全駅下車男のキーワードはこちら。まず最初のキーワードは
日本一の電車男の一押し鉄道旅。これはどういうことですか。これはね、実際にどんなもんか、駅巡りの楽しさ。ああ、どうやってやってるか、ロケに行ってくださったってことなんですね。その状況をね。わかりました。じゃあ VTR 見てみましょう。どうぞ。それでは日本全駅下車男の一押し鉄道旅へお連れします。これからどうの鉄道。これからね、これ和鉄と言われてるね、この、はい、渡良瀬渓谷鉄道。渡良瀬渓谷鉄道、ね、浅草北千住から一本で来れちゃう。いや、これはもう本当に一押し。以上、日本全駅下車男の一押し鉄道旅でした。なるほど、すごい和鉄、はい、渡良瀬渓谷鉄道。渚ちゃんなんかいいんじゃないいうの。もしこんなデートプランとかやったら最高やなって思います。あ、そう、はい、温泉もついてるし。温泉もついてるし、うん、素敵な。でも待ち時間ひょっとしたらものすごい黙ってるから。この後はグルメ駅と超絶景駅登場。このホームでバーベキューできる。ホーム、駅のホーム、みんなで泊まれるバーベキュー駅、うん、バーベキュー駅、ね、バーベキューできる。そう、これどこにある駅ですか。これがね、あの北海道のね、くっちゃんやで。くっちゃんや、くっちゃんや。この間営業で行った。くっちゃんやむちゃくちゃ遠いよ、ここ。くっちゃんの隣のヒラフって駅。ヒラフ、はい、くっちゃん遠かったですよ。ヒラフ、ここは民宿なんですか。これね、あの駅そのものがを民宿にしちゃってるから、ね、素泊まり3650円から、もう安いやん。これはね、そう、なかなかない。降りてそのもう迷わない、駅が野郎だから、ね、で降りてどこに行けばいいのかなじゃなくて、もう降りた途端どこが野郎ですか。ここで、これで、あのね、あのバーベキューもできる。ここで、そう、このホームでバーベキューできる。駅のホーム、駅のホームってね。だから僕も最初降りた時にバレッと思って。安いやん、ほんで1人1600円やん。まあ1600円のバーベキューの食事代、そうか、北海道だからやっぱラムだ。なるほど、いろんな駅あるんですね。この後、驚愕のマルチン駅。目溶けんなって。